ィクションとは創作や架空のことで、例えば小説、ドラマ、映画、アニメなんかは基本的にフィクションです。ちなみに僕はノンフィクションです。私はいつも最初に目次を開いて読みたい漫画のページを確認して、そこから探して読んでます。ただこの時たまにゾーンに入ることがありますね。ゾーンに入るとどうなるか。ゾーンに入るとわざわざ目次を見なくても自分の指から読みたい漫画のページまで線が見えるんですね。つまり2人は中越弥生の紹介で知り合った。そして先ほどの2つの足跡、1つは女性のものでした。点と点がつながりましたね。あえてのやつよ、あれ。あえて古い感じでやってますよみたいなやつよ。もう分かっててやってます的なやつ。もう一周回ってるやつよ。あれ俺のガチのセンスじゃないよ。あれ俺のガチのセンスじゃない。違う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 。うん、だからあれを見てそう思ったんだったら、うん、それは誤解。だってあえてなんだから。例えば実写中、乗客とトラブルになり、相手が逆上し、暴力を振るわれそうになったとします。この時シートの脇にあるこのレバーを引きます。すると助手席のシートの後ろから催涙スプレーが噴射され、同時にシートに高圧電流が流れます。ん？何これ？え？なんか変な感じ。え、何これ何これ。あ、なんかボールが止まって見える。え、なんで。あ、これあれだ、ゾーンだ。お前通行人 B か。え、俺通行人 B だよ。もしかして通行人 A？ そうだよ、久しぶり。何やってんのこんなとこ。